お前また殴られに来たんだ。いただき。全員の手綱を握れたみたいね。ならそろそろ出発しなさい。逃げた3人の生徒は多分もっと上の階層にいるでしょうね。今はあまり気にせず進むことね。じゃあ私は先に行って次の準備をしておくから、きちんと彼女たちを連れてきなさいね。君にそれを教える必要がある？先生は言われた通りに生徒たちを引率してればいいの。他のすべては委員会が決めるわ。君は黙ってそれに従いなさい。面倒だぜ。